シルクマジックとは、シルクを用いたマジックの総称。シルクとは、記述用語で絹のハンカチのことを指す。ハンカチは、古くから、記述の世界で用いられていたが、他の物体を出現させたり消失させたりするための、補助的な道具として扱われ、ハンカチそのものが、記述の主役となることは少なかった。しかし十九世紀末に、消える鳥かや四つ玉の発明で知られる。 フランスのマジシャンであるドコルタがハンカチ自体を使った技術を創作し、シルクマジックの基礎を築いた。素材として、シルクのハンカチを使い始めたマジシャンの一人は、ロベール・ウーダンであり、それまでは、薄やアザブのハンカチがよく使われていた。その後数十年の間に、シルクマジックのための道具が大量に考案され、現在でもマジシャンに使われているものも多い。 1937年にはヒューガードが世界初のシルクマジックの専門書であるシルクソーサリーを表した。シルクマジックの著作としては他にエンサイクロペディア・オブ・シルクマジックが挙げられる。これはシルクマジックの百科事典であり、ハロルド・アール・ライスが1948年に1巻を表し3巻まで続いた。1993年には4巻を マーク・トリンブルが表した。このシリーズは和訳され、東京道出版からシルク・マジック大辞典シリーズとして出版されている。他には、オランダのマコーニックやスイスのパーベルといったマジシャンがシルク・マジックに影響を与えている。シルク・マジックの現象としては、シルク自体の出現、消失、移動、カラーチェンジなどが代表的である。以下で主な作品を挙げる。 ありがとうございます。